さあ大倉くんと高橋くんの時間です。時間ですね。ええ、来ましたね。5年目に突入したんですって我々のこの番組が。そうですよね、ちょうど、そっか、4月、4月入ったから大変、5年目になりましたしかもなんかね、僕ら2人が別に言うことじゃないと思うんだけど、はい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 、スペシャルウィークなんですよ今週ねえ、うん、やばいっすね。世の中的には、世の中的というか日本放送的にはっていう、ラジオ業界的には、ラジオ業界がスペシャルウィークなんですか、こぞって。僕はもう何のスペシャルの感じもないですけどね僕らはね、日常なんでだからいつも通りお届けしましょうだから多分番組のね、はい、その作ってる方々のね、うん、トータルの意見をまとめたところ、はいはいはい、あのスペシャルウィークだけど、うん、大倉くんと高橋くんは、うん、いつも通りやることが、うん、スペシャルなんじゃないかという結論に至ったっていう話をさっきわざわざしに来てくれましたよね。まあまあまあ、そうですね。そうね。我々は どのぐらいまでそれを把握しながら番組やった方がいいのかっていうこともさ、こういう、この距離に少し考えた方がいいんじゃないかと思ったんだよね、僕は。いや、まあでも。考えろという意味で来てたのかな。そう、でもスペシャルウィークといってなんかしてもさ、うん、俺らの番組別に何も変わらないじゃない。そうなんだよね。うん、そのやることも喋ることもさ、うん、結局なんかやったとて、うん、喋る内容は一緒じゃない。まあね、そう、なんか電話を多めにしてみたりさ、そうだね、やっても結局やっぱ下ネタになるじゃないの下ネタは、まあ偏りがちだよ ね、うん、下ネタの方に寄りがちな時もあって。そうなんですよね。まあたまにそのなんかこうバンと転んですごい真面目な話で1時間半ほぼ行く時とかさ。そうですね。あとなんかどうします今回、今日 どっち方面で行きます。そうね。まあ、でもそれ、あれね、また電話の相手次第とかで決まってくんじゃないのかな。でも、今回電話少ないんじゃないですか。金子采配によると、うん、金子というディレクターに変わったっていうことをね、はいはいはい、今、ラジオ聞いてる人はちょっと、なんでごめんね。知らない名前どんどん出てきちゃって。はい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 、金子さん的には、またイライラじゃんけん先にやって、で、電話をこう、ね、後編の方に一発は、うん、だから、我々、そう、この番組やっぱ5年やってるわけでさ、そうだね。やっぱイライラじゃんけんっていうのは後半だったじゃない？ 12 時。4年間そうやってやってきたよ。12時半ぐらい、ね。12時半ぐらいから1時間後ぐらいにお届けしてたコーナーだったんですけど、うんうんうん、これが、やたらと手前に来たことによってですね、うん、この習慣だったものが全部崩れ去り、そうだね。で、なんか、違和感しか覚えない。わかるわかる、俺も。わかる、なんか、10時半ぐらいにも昼飯食わされてるみたいな感じです。そうなんですよ。まだ腹減ってないっすよ、っていう時に、イライラじゃんけんなの。うん、でもまあ、これがいいんですよね。これがいい。慣れていただいて。金子式に慣れていただいてると、ね。こういうことですからね、やっぱり。そうそう。金子さんの結婚式のせいで先週は収録という噂がありましたけれども。あ、結婚式終わったんですか。結婚式終わったのか。まだ やってないですか。あ、よかった。ね、まだ募集できますね。内容ね。そう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 。金子さんの結婚式どうするかで、うん、金子さんの結婚相手の方がラジオ聞いてくれたっていう、はい。奥さんが。奥さんが。まだ奥さん、あ、もう奥さんか。もう奥さんって言っていいのか。あ、もうその、うん、書類は出してるんですね。書類は出してる。らしいですね。で、これだけ金子さんがこの仕事をしているということをさ、奥さん把握していたであろう。はいはいはい。しかし、大倉くんと高橋くんは聞かなかったのに、うんうんうん、なんかこの度、なんだっけ、友達に勧められたんだったっけ、なんか話題になってるよっていうことで、多分聞いてくださったんですよね。聞いてくださったんですって。うん、そしたら、うん、金子さんの奥さん的には、うん、さほど嫌な気してないみたいな。おう。いいじゃないですか。意外とその我々と、そのなんか、金子さん的には、ほら、うん、なんかあんまち僕ら二人を近づけたくないと。奥さんにね。ね、言ってましたね。すごい言って、僕らの耳元でだけそれを言うじゃないですか。いつもね。リスナーの皆さんにどれだけ伝わってるかわかんないけど、金子さんを近づけたくない。でも奥さん的には、どうやら、いや別に近づいてもいいよって言ってくれてるって。奥さん OK 出たってことは一番 OK ですよね。ねえ、うん、OK 出たっていうことは、いやむしろ、ちゃんとやっぱ、考えていかないとさ。だって結婚式ってさ、うん、やっぱりこうドレス着たり、うん、まあお互いのためではあるけど、うん、ちょっと女性のものが強いイメージがあるじゃないですか。ああ、まあそうね。ね、だからロマンチックな感じだからね。そうそうそう。思い出に残るものとして、うんうんうん、美しいねドレスを着たりっていうところの話になると、やっぱり僕たちのこのなんかプランニングですか、うん、っていうのもやっぱり
プランナーとしてね、ウェディングプランナーとして我々は、うん、やっぱりこう乗っていただきたい、ぜひとも、うん、まあ、今のところアンコを吊るし、アンコを吊るして100匹の野生の猫を解き放ち、で生打ちのショー、生打ちのショーだったっけ、うん、だからあの場所は割と海辺なのか港町、うん、港町で抑えようって話はそうです、ね、この間あの、うん、大倉さんの事務所の方とうちの事務所の人たちが、結構真剣な顔して喋ってたよ、全面協力で、全面協力で、そうですよそりゃスタッフだっていっぱい多分出動しますよ、そうなってくると。うちも野良猫に強い蚊があるでしょうからね、やっぱりなんか分からんけど、そう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 、うん、それはちょっとね、うちらの事務所でできる限りの準備はして、うん、やりますよそりゃ。でまあやっぱりそれはロマンチックにはしたいしさ、ロマンチックにしますよ、その女性がしっかりやっぱりこう一生の美しい思い出になるようにしたいと思ってるんだよ俺。な、猫がね指輪持ってきたりとか。ああ可愛いじゃないですか。そうそうそう、しつけに時間いるんでね。ちょっとね式を待っていただきたいですけどもね、そのタイミング。そうそうそう。できるようになったよっていうタイミングで言いますんで。もうそれ準備が整い次第の。ね、もう全部もろもろの準備がやっぱり大変ですから。うん、これをもう聞いてるとこなのかな、じゃあもしかしたら。いやいや、それはもう聞いてくださってますよ、それ。もうこれから毎週聞いてくれる感じなんの、奥様も。いや、もうだから、わかんないんだ。わかんないですけど、じゃないですか、それは。もう聞いといて、それ聞いといてほしいですよ。なぜそれ、もう、ディレクターさんがわざわざ俺らに聞こえるボタンを押しながら、わかんないっていう言葉を発すんだ。指示でもないし。イエスかノーか言ってください。わかんないですよって言われて、俺ら話の広げようね。どれか一個だけでもいいから実現したいよね。まあね。あん、そう、吊るし切りか、ね、うん、だってこんなにオールナイトニッポンで話題に上がることなくない、結婚式、自分の結婚式の。いや、ないっすよね。だからリスナーのみんなが今意見をね、うん、かあの意見というかアイデアを募ってくれてるわけですから、うんうん、いやだから見たことないで言えば、まあもう全部見たことないけど、うん、やっぱ野良猫を100匹っていうのは俺も見てみたいけどね、うん、俺もそれは見てみたい。もうすごい景色やと思うよやっぱり、うん、どの程度してその野良猫がさ、やっぱ協力的なのか、うん、指輪持ってきてくれるのか、そうだね、ケーキ運んできてくれるのか、うんうん、高いとこ好きだからやっぱり高いとこそう、あんなとこにもおるっつってあの猫が指輪持ってるぞみたいないいじゃないですか、うん、どれか実現したい、うん、それはちょっとまたね、番組でも打ち合わせしながら、うん、リスナーのみんなからもこんな結婚式は最高だそうですねっていう、うん、最高だだよ、もちろん最高だ、最高だっていうあのテーマで、うん、また募集してみましょう。そうですね、そうそう、ちょっと、ね、いや大喜利じゃないっていうアイディアを募集してんだろ、僕ら本気ですって。で今金子がもう金子さんが耳元で大喜利じゃないですかって言ったから俺それに突っ込んじゃったけどさ、今急に言ったみたいになっちゃった。あ、そうね。そう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 。大喜利じゃないよ。いや、ちゃんと真剣に考えてますんで。大喜利って言うと笑いを取るみたいな話になってるじゃん。うん、そう。笑いなんてこういう一つもぐらい考えてないからね。全然考えてないですよ。もう本当にこんな結婚式は最高だ。そう。っていうテーマで。お送りしたいですからね。そう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 。だからハッピーなもんですから。もちろん。一生の思い出になるんだから。前向きに僕ら考えていきたい。前向きに。そうそうそう。そう、これもだからスペシャルウィーク関係ないと言いつつね、うん、スペシャルウィーク始まって、うん、顔も見たことないね、ディレクターさんの結婚式の話を10分ぐらいしてしまっているから、もうちょっと、いやでもこれ以上スペシャルな話ないか。まあでもなんか2週間ぶりの生放送だっていうこと。まあそうね、一週空いたのか。一週空いたんです。そうだね、それで、ね、先々週の生放送の翌日ぐらいにもう、だって僕らラジオ撮ったじゃないですか。そうですよ。翌日、翌々日ぐらいにね。うん、だからまあ結構久しぶりといえば久しぶりで。いつもね、ネタがないんだよって言いながらね。そうそうそう、収録の時にはね。うん、先週、なんかあれだったじゃないですか、その収録ではリクエストで平成の楽曲をいろいろかけるっていうのをやらせて。もう平成終わりますからね。そうだ、うん、昨日はなんだか平成最後の満月だっていうことでね、そのなんかマジっすか、うん、そうだったみたいですよ。見逃しましたわ。いや僕も見逃しましたね。なんかネットでそれを見ただけの、ネット上の月を見ただけでしたけど。ネット上の月を、ね、平成最後の満月、うん、うん、もうそういうことになってくるよね。もう今月は全部平成最後になってきますから。ねえ、何でも平成最後って、まあでもそんなことなかなか人生でないからね。
みんな平成最後っていうことを言いたいんだろうね。だから昭和平成令和と生きるわけじゃないですか、僕は。そうだね、我々はね、うん、でこんだけ言語をまたいで生きられる人も少ないんじゃないですか。そっか、もしかしたら。そうだよね、うん、今まだそれこそ明治から生きられてる方もいらっしゃるわけでしょ。明治大正昭和はいらっしゃるか。明治大正、それは明治はいないか、大正がいるか。あ、大正、うん、大正、うん、まあだから令和、うん、4言語を生きてる人とかもいるわけでしょ。そっか、5言語はさすがにないか。うん、うん、うん、すごいね。ねえ、どう変わっていくのかね、楽しみですけどね。オリンピックもあるし、来年ね、うん、うん、大阪万博もあるんだよね、2025年ね、25年とかね。見れるのかね、オリンピック。見たいですか、なんか見たいのあります、なんか。見たいですよ。なんか見たい種目とかありますか。僕はやっぱ水泳とかは好きですけどね。ああ、水泳ね。水泳は僕は入江陵介君、背泳ぎの入江陵介君と一応、はい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 、お食事させてもらったり、はいはいはい、ってこともあって、うん、でロンドンオリンピックの時に、うん、あれなんですよ、招待していただいて、ほう、見に行って。たんですよ、うんうんうん、で入江陵介くんが銀メダル取る瞬間とかも目の前に見させてもらって、感動っすね。やっぱね、メダルを取る瞬間を生で見るっていうのはそれこそ人生でなかなか経験できないよね。そうそうそう、だからね、そしてまた自分のちょっと知ってる人とかね、うん、うん、そういう人が活躍してるとこ見るとすごい元気もらえるじゃないですか。水泳ね。水泳、大倉さんは何見たいですか。見たいのあります。いや僕ね、うん、この間チケットの発表されたんですよね。うんうん、サイト発売するやつね。うん。抽選だっつってね。うんうんうん、で、大体チケットがこう、相場いくらぐらいだって言って。はいはいはい。で、まあ、花形といえば多分陸上っすよね。まあ、そうだろうね。ね。100メートル走とかね。100メートル。だから3万から10万の間ぐらいだ、予想ね。ああ、そんなやっぱするね。ってなってたんですけど、うんうん、例えばすごいいい席取れて、うん、10万出すじゃないですか、うん、見に行って、うん、終わんの10秒っすよ。いや、まあ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 、1レースね、それは。いやいや、すっげえ考えたんですよ。1レースそうですけど、うんうん、ピューンって終わるわけじゃないですか。まあ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 、でもそこ座ってたら何回もそれが見れるわけじゃないですか。バーンってなってピューンって終わるわけじゃないですか。まあね。10万ってなりません。いやいやいや、まあまあ。まあね。いやいや、注目レースは1個か2個なのかもしれないけど。うん、それ言ったらなんかちょっと否定的なことではないんですよ。もちろんもちろんもちろん。なんかね、歴史的な瞬間ですし、そうですよ。このずーっとね、残る映像じゃないですか。多分、ずーっとオリンピックの歴史っつってね、うんうん、この人がこの時勝ちました、みたいな、うん、中で、うん、それを、実際ね、生で見てるっていうことにもちろん価値はあるんですよ、うんうん、でも、うん、10秒、まあうん、10万でしょ。せめて3分ぐらい見たいやん。いやいや、 100m3 分ってすごい遅いよ。いやいや、遅い。 100m3 分俺でも走れるからね。いや、それやったら3分とか、いや、その種目が変わってくるのかなと思って。ただそんな 100m ね、10秒切るような人たちを見ることもやっぱり人生ないわけじゃないですか。そうだね。街中どんだけ走ってようが、いや、そうだ、早いあいつみたいなやつ、ね、なかなか遭遇しないから、うんうんうん、いや、やっぱ見るなら陸上とかなのかなと思いつつ、うん、でも長く見れるってさ、サッカーとかもあるし、あ、野球もあるんだっけ。サッカーだってお好きじゃないですか、僕ら。いや、好きなんですけどね、うん、サッカーも高いんじゃないですか。じゃあ、高いと思いますよ。人気だと高くなるってことなの。そういうシステムなんですかね、うん、いや、でも日本勝てるかな。いや、応援するんじゃないですか、それは。ねえ。うん。いや、なんかで勝ってほしいですよね。水泳とか強いですもんね。水泳強いですよね。なんかやっぱり、うわーっていう、うん、なんかもう一緒にこう、感動分かち合いたいところがありますよね。うん、格闘技とかやっぱ日本強めなんじゃないですか。柔道とかさ。柔道ね。日本の、柔道、空手。ものでしょ？空手、そうか、空手とかさ。でも体操も見てみたいな。ああ、体操見てみたいですね。体操見てみたい。うん、見てみたい。床とかすごいと思うよ、多分。床？ぐるんぐる回るだって床で。あ床でよ。うんうん、そうだね。なんかやっぱり、ロイター板とか使って、うん、飛ぶんやったらわかるけど、うん、床で？
床で2回転すんねんでって思うねんね。あのやっぱバク転とか昔憧れたりもするじゃないですか、男の子だから、っていうのでいろんなところ砂場とかでバク転してみたりとか、みんな多分試してみたことあると思うんですよ、ちょっと運動に自信ある人やったら、だからそれがあのやっぱりテレビで見てたもんとか漫画とか、で僕あの体操教室に入りたくて昔ね、で昔そのガンバフライハイっていうあの漫画があってね、体操の、知らないですか？あ、ちょっとごめんなさい、存じない。そう、そういうの、そういうの見ててね、ガンバフライハイだ、そうですよね、多分、あ、知ってます？そう、金子さん知ってますっていうのがあったりして、で見てたんですけど、あのちょっと遠いね、体操教室みたいなのに友達と二人で行って、で、あのなんて調べて行ったのか分からんねんけど、あの全然分からへんところに行ったのよね、で調べたのかたまたまこう自転車こう置いてて見つけたのか分からんけど、入ろうか言うて、入っていって、で何や君ら言うて言われて、見学させてもらっていいですかみたいな、で見学してたらなんか体験でなんかやってみるかただやしっつって、じゃあやってみますみたいな、ってやってたけど、結局帰るってなった時にもうちょっと暗くなってるし、どっか分からんくて、お母さんに迎えに来てもらったんですよ、で何歳ぐらいの時だったっけ、今小学生、小学生めっちゃ怒られたんですよ遠くに行ってるし、あの学区から出るなって言われてるのに学区から出てるし、で、あのわけわからん勝手に体験入学とかした体験ねレッスンみたいなのしてるし、体操なんお金かかるからさせん、あ遠くまで行って「ほか!」言って、めちゃめちゃ怒られたんですよその後にジャニーズ入ったんで、あのまあその夢を諦めたんですけどね、あ夢というかちょっと憧れたもの、憧れはね、だからもう僕はジャッキー・チェンの映画で育ってきたんで、あのアクロバティックなことをしたいっていう、なんかそういうことができるようになりたいっていう、ただのねそのピュアな夢だったんですけど、もうお母さん怒っちゃったから一周されまして、っていう苦い思い出がね、ああで蘇っちゃうかな、じゃあそれオリンピックで見に行っちゃったら、蘇らないね、蘇らないか、一瞬のただの気の迷いだったんで、そうかそうか、塗り替わるんじゃない、でも東京オリンピックでそれをまた見たらさ、いやだからそう、ま、全部ね大体こうその大体、相場が一緒なんですよね、あのどんな競技だっても、いい席だったら10万近くするんですよ、ああそうか、いい席で見たよな、いい席で見た、ね、なんかどういかならんかなどう、でも普通にやったらやっぱ全然ゲットできないもんなんですかね、いや無理な、でもみんな普通にやるわけでしょ、いや無理なんですよね、抽選やから、本当にじゃあなんか宝くじ当たるかどうかぐらいの感じで、いやだから日本放送なんかあの取材したりしないの、なんかするでしょ多分ね、報道部あるんだ、ほらじゃあ日本放送の人一体すんの、えだから報道部行くから、そのここの何席確保しますみたいな絶対あるはずですよ、そのしかも報道部だったらまあまあちゃんとよく見えるところとかなんじゃないですか、その席、いや絶対そうです、そうですよ、いやだから報道部の人が座る席じゃなくて報道部の人は多分、席に座らず、多分グラウンドに居はるじゃないですか、でその人たちが協力するからっていうので多分オリンピック側が3席ぐらい、じゃあご用意しますよと招待席というか、お我々じゃないですか、おそれでちょっとね、このチームの誰かがもしそういうことになったらそりゃ行きましょうよ、それいけないもんなんですか番組が続いてる、番組が続いてるなんてことなんていうなんてことスペシャルウィークになんてことむちゃくちゃやなこの人、終わらそうとしてるの金子さんも終わらせる就活に入ってるさあそれでは、今週もそろそろ行ってみましょう、オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん、改めましてこんばんは、関西以外の出身の女性にカラオケでドリカムさんの大阪ラバーを歌われるとそれだけで骨抜きになる感じだねと、クラックでした、どうしてんの地元出身以外の女性からいくら一生懸命秋田弁でナグコアイネガーを歌ってくれたところであんまり心はときめかない高橋優です真逆いいですかそんなこと言っちゃって秋田、そうね、秋田の人たちが秋田弁を喋るのは可愛いし、いいんですか、そうね、だから大阪ラバーみたいな曲だったらいいのかもって思う、ああそういうことね、ナグコアイネガーは結構ねちょっとガッツのある曲になっちゃって、まあまあそうね、曲がね、そう急にネガーって拳聞かされてもね泣いちゃうから。
だからドラマとかで方言のドラマもやってほしいよね。ああまあそうね、 それもかっこいいんだよっていう。だからさ、そのちょっと待てよじゃないけどさ、あの秋田弁で言うとどうなる、うん、ちょっと待てオールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん、そんな話しましたね、なんか。そうだね、はい、こういうジングルもやっていくのこれから、うん、なんか手が込んでるように見える。あ、スペシャルウィークだから今週だけやるの。いやいや、ゾウに比べたら手込んでないでしょ切って BG 貼っただけでしょさあさて、毎週でメールいきます。メールが来てるみたいです、はいはいはい、佐賀の玄海町というところで聞いてくれてる、スクーリマデカさん。玄海町大丈夫、この前限界 の、 あの字がなんかで、ね、こういうなんていうの、あ、そっちですね、の、はい、その限界じゃないか、限界などの方からこの前、うん、テレビで東京オリンピックで見たい競技のアンケートを取ってランキングにしてたんですが、はい、会場で見たい競技ランキングの1位は陸上競技でした。一緒や、やっぱりだからこれはチケット高くなりますよ。やっぱそっか、10万じゃ済まないですよ。で、性別で傾向があるようで、うん、男性は野球サッカー、うん、女性は体操、水泳、テニスが上位でした。え、陸上競技は男子の1位、女子の2位にランクインしていました。女性多いとこ行きたいな。え、女性多いとこ行きたいな。じゃあ体操とかに読めんじゃないですか。体操水泳って、あ、やっぱ水泳はやっぱそうなのかな。いや、水泳はだからじゃあ男女ともにじゃないですか。そうだね、うん、ユーさんもそうやって言ってるし、うん、だからなんか競技性もあるしさ、うん、なんかその体操とかテニスとかやっぱこうなんだろ う美しさみたいなものを見たいのかね、女性の人たちは。まああとはかっこいい人多いしね、うん、そうか、うん、見てくれ、野球とかサッカーとかはさ、内村選手も含め、うん、だってそれね、うん、井上選手もかっこいいし、そうだね、また体も美しいしね。ああ、そう、うんうんうん、テニスなんてもう王子様っていう漫画がある。ああ、漫画があるぐらいだから、うん、そういうことか。そういうことなんだよ、みんなかっこいいのばっかり見たいのか。そう、そういうことか。でも、まあ、そうよね。あの、野球とかサッカーってなると、やっぱルールからってなっちゃうから。うん。そこが、でも我々的にはさ、面白いじゃない、うん、面白い。だから、なんかのルールがパッて入ったから、こう点数が入るんだとか、なんとかっていうことがさ。え？ルールが分かってないですもんね、まずサッカーの。あ、私ですか？オフサイド知らなかったですもんね。オフサイド、そうそうそう。なんかの、なんかのルールがあったから点数が入ったんだって、あんまないからね。そうなの？そんなこと。なんかあんのかな？結構だから女性に近い感覚かもしれないですね。ああ、そうかも、言われてみたら。ね、いや、野球はね、うん、なんかその、いろいろ携わらせていただく機会多くて、お仕事で。ああ。そうそうそう。だからルールも、まあまあ詳しくなったんですけど。はい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 。そう、でも言われてみたらそうかもしんない。水泳見たいし、確かにそれなんだろう、美しいものを見たいっていうのはあるかもしんないけどね。まあ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 、日光さん、日光イズムを引き継いでますからね。お静かみーって。絶対あかんよ。絶対がどの競技も静かみしたらあかん。水泳は特にあかん。静かめちゃいそう。片手スペシャル。分かっちゃうからね、シルエットで。水泳は。川崎市麻生区のリサ、22歳。この春、石川県は金沢の大学を卒業して東京で就職した新社会人です。ねえ、大倉くん、ゆうくん、この前金沢の大学の同級生で大学院に進んだ仲のいい男の同級生から、女性の体がほぼあらわになったものすごく奇怪な看板の写真が送られてきました。その看板のある場所が彼の新しいバイト先なんだそうですが、春まで金沢にいた私はその写真を見た瞬間、彼のバイト先が分かりました。そう、彼のバイト先はゆうくんが行きたがってた金沢のポルノ映画館、駅前シネマでした。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん、バイト募集してたんだ。へ知らんかった。俺は話したの覚えてます？覚えてますよ。ツアー中に、そうそう、ジョギングして見つけて、そう、駅前シネマ、そこまで走っていったってやつね。そう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 。やっぱ映画好きとしてはね、あ、僕映画がすごく好きなんですね。すごく。映画が好きにもなんか、周知の事実みたいに喋っちゃって申し訳ない。映画大好きなんですよ、僕。ポルノも含めですか？いやいや、だから、まあ、その、今までの人生経験で、ああいう、なんだろう、その、そういう映画ばっかりやってる映画館っていうところに入ったことがなかったんですよ。おー。ないじゃないですか、僕らの世代だと。僕はないですよ。
うん、でももうちょっと前の世代の人たちだったら、うん、なんかちょっとああいう中でこういうことが行われてるんだぜみたいな話してくるおじさんとかいませんでした？おらんかった。あ、マジ？え、おった？いや、あの言っていいのか、俺のバンドのドラムのダチさんがそうやって言ってたんだよ。いや、それそうね、名前出す必要はなかった。、まあ、キャラ的に OK かなと思って。そうね、そうそうそう、なんかああいうとこ行ったらこういうのやってんねんでみたいな、なんかモンモンしちゃったらどうするんですかね。いや、だから、うん、わかんないよ、俺は聞いた話だよ、うん、うん、なんかもういろいろしちゃうんだって。いろいろしちゃう、そう、ドゥ行為に及んじゃって。大丈夫？何が？これ楽屋じゃないよ。ダメか。うん。今スペシャルウィークだ。うん。結構生放送やけどな、アウトな話してると思うけど。ダメなのかな。あれ、いやいや、まあまあ、あの、うん、そのさ、あの、うん、映画館に来てる男女が結ばれたりするっていう話は、そう、出会いの場になったりっていうのは聞きましたよ、前回。そう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 。だ、出会いの場に、うん、出会いの場になってて、うん、もう出会って速攻じゃん。まあ、速攻、いや、速攻。何かわかんないよ。いやいや、うん、そうね。出会って速攻。出会って、なんかお菓子、なんかポップコーンとか食べんじゃない？出会って速攻ポップコーン？そうそうそう。俺のポップコーンつって。俺のポップコーン？どこやねん。さあ、どこや、一体。すいません。自分の体にポップコーンが見当たらへんけど、別に。俺のトウモロコシを。トウモロコシ言うな。なんで元々の原材料になった。そうね。そうそうそう。うん、そうなんだ。で、聞いてて、うん、でも俺、それ聞いてもさ、うん、いやいや、まさかそこまでじゃないでしょ、みたいな。そんな世界が、この、今の日本にね、うん、今のって昔も知らんけど、ないでしょ、そんなのって思うから、うん、実際どうなんだろうっていうのもあって、うん、見に行ってみたいなと思ったの、そこの。出会いに行ったんでしょ？出会いには行ってないけど、俺的には社会見学として。惹かれるよ、そんなん言ったら。俺のポップコーンとかトウモロコシやらなんやら言ったらさ。俺が言ったら、はい、いやー、言ってみたいもんだね、いつか。言ってみたいもんだね。言ってみたくない？あかんよ、そんなん言ったら。今の時代。一度きりの人生だよ、だって。いや、一度きりの人生無駄にするつもりか。いやいや。高橋優逮捕ってなさい。いやいや。セクハラで。俺のトウモロコシと、供述しています。しかもセンスのなさよ、そのトウモロコシの。誰も、笑ってもくれないだろうね。何それ、すっごい。なんでそれがセクハラになったのって思われるのね。この経緯知らんかった。俺の映画館にて。悲しいな。そうね、あれ？もうそのまま行っちゃうのこれ。このまま、コーナーに行きます。あ、もうこれ、この流れで行ったらやばいよ、そら。お送りしましょう。はい。イライラじゃんけん。自称平和主義者を名乗る僕たち二人を、あえてイライラさせることで、その正体が、一日10時間もスマホをいじっているから、そもそもあんまり人と喋ってないだけであることを暴き出していく、このコーナー。触りながら喋っとんねん。自分で言っちゃったんだ、大倉さん。大倉チーム、高橋チームに分かれて、大倉チームには僕、高橋優がイラッとそのことを、はい、高橋チームには大倉君がイラッとそのことを送ってもらい、それをお互い一人ずつ紹介、はい。相手の挑発を受けて全くイラッとしなかったら、逆にママとイラッとしちゃったら、その音で判定していき、相手をイラッとさせたら1ポイント獲得で、そのネタを送ってくれた人には番組グッズのキリンをプレゼントします。キリン1枚プレゼントします。1枚先に20ポイントを取ると相手に罰ゲームを受けさせることができます。はい、罰ゲームは大倉君がよく喋るが気難しい外国人の老人と1週間同居。高橋君は言葉の壁。高橋君は健康なのに1週間点滴で生活。うわー、腹減りそう。ただいま送っている体重シーズンは栄養はこれもらえるってことですか？栄養もらえますよ。お送りしている体重シーズンは前回までのところ、はい、大倉チームが17ポイント、高橋チームは14ポイントとなってるんですが、今週はこのポイントをどこまで伸ばせるのか、ね、先攻後攻口じゃんけんで決めましょう。はい、最初はグーじゃんけんパー。高橋勝ちました。負けた。じゃあ、先行でいきたいと思います。千葉県で聞いてくれてる緑のみかん。しょっぱいな、まだ。上京してきたばかりの関西人が、喋ってるといちいち、その話ってオチなんなん？と聞いてくる。そっかそっか。うん、あ、大丈夫ですか？大丈夫。それってなんか、うん。そっか、オチなんなんだ。俺はそういう人にこう攻撃されると
どう何倍返ししてやろうと思うよね。あ大倉さんと5年間ラジオやらせてもらうようになって、はい、俺それ映ってきてるかもしれない、そういうの。何いやいや、なんか日常会話の中でね、うん、なんかこう、あっっていうシーンってあるじゃないですか、ちょっとこう。まあ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 、まあ。なんか、はいはいはい、もう、テレビでも、テレビとかラジオでもないのに、はい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 、そのバカのように、なんか、求められたりするのに対して、はい。プロの芸人でもないのに。そうそうそう。うん、そこに対しての、なんかアプローチがね、うん、どんどんとね、俺、冷たくなってってる気がする。自分が。ちょっと待って。それが俺っていうのはちょっと心外。大倉さんからね、俺は。いやいや、違う。俺が映ってんじゃないよ、それは。目が笑ってないとよく言われるになっちゃった。いやそれもともとでしょ。違う。それに関してはだってさ、5年間で。じゃああなた、それを言うってことは、あなた、オチの話、ある話できるんですかっていうことになるから。そうだね。で、だから、その人が話してるときに、うん、で、オチはって言いますよ。何一回、だから、その、それってオチあるんですかって言われるわけでしょ。うんうんうん、じゃあ、ごめん、この話は別にこのまま終わりやけど、うん、ごめんね、オチなかったわ、つって。うんうんで、あ、こいつはそういうこと言ったんだな、俺にっていうのを一個残しといて。はいはいはい。で、まあ、普通に喋っといてね。負のストック。はい、ストック。棚があるからね。ストックをしといて。で、話してる中で、うん、で、順番、あ、これ来たなと思って。うん、で、話してる時に、うん、多分、オチであろう感じの弱いオチよ、そんな人が話すよ。これを言った人はね。こんなことを言うね。だと思う。精神性の男がね、言うような男にしちゃってるけど。うんなんて、オチ弱いですよ、きっと。うん。で、オチを言った瞬間に、うん、で、オチはって。オチを言った後でね。うん。俺、何倍もで返してやりますよ。負の連鎖を生んでいくわけですね。いや、そこで止まってくれることを信じて。止まってくれるかね。うん、わかるわかる。でも、その、負のストック棚がね、うん、多分俺もできたんだと思う。えそういう入れ物ができちゃいました。入れ物ある。あ、まあ、本当ですか。いいなと思ってそれですか。いいな。だってさ、そういう人にストレス溜められるんだったらさ、うん、もう仕返して何倍ものストレスを与えてあげたらいいじゃない。そう。じゃあストレスなくなるもん、こっちが。そう、それもそうだしさ、うん、やっぱその人たちのなんか、シチューに収まってる感じがすごいやっぱ納得いかないんですよね。まあね。その、うん、要はやっぱり何か主流に乗っかりたい人たちって多くて、うん、その主流に乗っ取ってるじゃないですか、うん。オチがある話を求める感じとか、ねうん、なんか、なんだろう。まあやっぱりお笑い。お笑いの人たちはいいんですよ、うん。本当のプロのお笑いの人たちでいいけど、はいはいはい。もういいじゃんって、普通に喋ってれば、うん。そこでなんか、レベルが高いかのように見せる人が一人いたら、うん、どうしてやろうって思ってきちゃうんだよね。そうだもうで。そもそもオチっていうのはね、うん、プロの話家さんが言ったんですけど、うん、もうこれ以上の話がないですよっていう時に、うん、もう、とんでもないようなことを言ったりとか、うんうんうん、なんかもう、お客さんに、うん、この話はここで終わりですよっていうような、うん、こう切り方をするっていうのがオチっていう意味なんです。はい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 、はい、だからそもそもの多分意味も分かってないと思うんですよ、ね。このオチってなんてこの言ってる人はね。はい。なんか最後に笑かしてくれるんでしょっていう、うん、ドカーンが待ってるんでしょ。待ってるんでしょ。うんっていう意味だと思うんですけど、うんうんうん、そんなドッカーンっていう生活の中できっと生きてきてないでしょう。生きてきてないですよ。そりゃ、うんうん、そんな。生きていかなくていいと思うし。でオチなんていらないと思う。うん。途中でなんかちょっと笑えたりしながら話すぐらいでいいですよね。別にオチだなんだじゃなくてさ。別にどこで笑ってもいいし。うん、ね。うん。うん。最悪その笑かそうと思って話す必要もないよね。ないよ。だからその、うん、俺のトウモロコシっつって面白かった。それはさ、オチじゃなくても、そこで笑えばいいじゃない。そう。笑ってる人もいるかもしれないし。そう。別に笑ってほしいと思って俺も言ったわけじゃないし。さっきは別にオチでもなかったし、ね。オチじゃん、全然。全然、うん、本気途中途中、うん、本気っていうか、うん、本気かな行ってみたい気持ちは確かにちょっとあるんだけどね言わないでくださいね駅前シネマはい、はい、駅前シネマ奥田チーム島根県松江市美宇、うん、マジックを見てるとマジシャンに、うん、あ1万円貸してくださいって言われ、うん、1万円札を渡すと小声で月末には必ず返しますって言われる。なんかその意外性が面白そう。うん、笑っちゃいそう。マジックには関係なかった。マジック関係なかった。普通にお金に困っちゃってたんだ。使わないんだ。使
使わせてくださいって言った割に全然違うマジック始めるすごい切実だったんだね多分ね1万円どうしても必要だったんだ、串刺しマジック始めますみたいな関係ないから、ね、トランプ始まったり始まったりお金関係なかったりそう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 、ね、意外性で意外性でねイライラ笑っちゃいそうだからイライラまでいかないイライラしない、うんうん、俺もイライラしないごめん確かにね、1万円あ貸すのはちょっといろいろ後々考えたらあれだ後々考えると、うん、絶対帰ってこないそう帰ってこないからねじゃあね、うん、これいきますラッコフェスティバルうわ徹夜明けの彼女の疲れた顔が割と阿部寛さんに似てるいやいや失礼な失礼などういうことやね阿部寛さんの顔ってさすごいかっこいいちょっと彫りが深くなってるとかそういうことかなそう失礼やなかっこいい顔になっちゃういや失礼やわちょっと俺もう共演もさせてもらってるしうまいって言われよそんなむちゃくちゃやなまあまあまあたまにいますけど疲れて、ええ、ちょっと目の幅がおかしくなってる人とかね目の幅おかしくなってる人もうこう朝方とかになってさもうちょっとなんでしょうこのくぼみ、うん、目にくぼみができてきてうんちょっと色味とかも変わってきてるねそうそうそうこの辺のね目のクマとかもできてもうギューっていう彫り深い顔になってる感じのね、うん、深い感じ、うん、それはいやだからそれが阿部寛さんじゃないそうやめとけよいろいろ知ってるくせに大きなチーム東京都江戸川区小からすまるあっどうだろうな彼女と夜の営み中、うん明るいのは嫌って言われ、うん、電気を消した瞬間、うん、見事な腕ひしぎ十字固めを決めるガンってなんでだそれもすげえ痛いすげえ痛いんだろうけどすげえ痛いイライラするまでいかなそうだびっくりしちゃってさ決まったらもうすぐタップするやつよ何が起こったか分かんないよねって暗くするんですよね外れる外れるみたいないきなりそういうことすると思そういう風に育ってきちゃってしまうことです夜は強烈な激痛が走るみたいな夜の営みはそういうことするって育ってきた子なのかなって一瞬なんか思っちゃいそういやいやどんなプレッシャー痛い痛いって言っちゃいけないのかこれどうなんだろうとか M やな発想 M やわそれおーまだいけるじゃあ、ね、行くんですよ3つずつ行くんですよあそっかそっか、うん、これもうこの時間になったからもうパッパッと終わらせてやろうもうこうなったらじゃあパッパッと行きます、うん三重県で聞いてくれてる異次元の豚バラさん出た包茎手術の相談に行ったらめちゃくちゃやなはっきり言うなはっきり言うなあそうなの、はい、いいですか、はい、大丈夫スペシャルウィークに包茎手術とかに包茎手術の相談に行ったら、うん医者に手術の模様パブリックビューイングしませんかと提案されるいやいやあかんやろあかんいやイライラせえへんわ普通にあかんやろってなるわそれいいんですかいろいろ法律的にどうなんだろうねどこによっていう話よねパブリックパブリックビューイングってこと映画館とかで上映されるってことだよねいやパブリックがダメでしょうそんなの大衆に見せるもんじゃないでしょ人が集まるなんか会館とかそういうとこでやるしいやそうでしょパブリックビューイングしますけどつってねなんか一つ乗るのパイプ椅子とかバーっていっぱい出ていや老若男女みんな集まっておおいややわなんかみんなでなんか応援の旗とかも困ってきて頑張れっていやもう何であってもパブリックビューイングしたくないわ俺お仕事でライブ中とかやったらまだだけど、うんええ、あの手術関係手術関係は嫌やわ、うん、基本イライラはしなかったいやイライラしない、うん、あの病院を変えるよねすぐどれだけあのその一番ねいい医者だと言われても、うん、え、うん、いやしないっすでもうその病院終わりやわパブリックビューイングという言葉が出た時点で出た時点でダメでしょうそれ学会とかやったらまだねこれからの、はいはいはい、あ医者の人しか見ない感じの、ね、技術向上のためにじゃないけど、それでもおかしいけどね多分ピンポイントでそこの手術いやもう今までもう何十万とあるだろうと、ね、
その中でなんで俺やねんってなるんですよ。今あえてそこに、うん、お母さんのそこにフォーカスを。そんなスペシャルな方形なのかと。すごいなんか何万人に一人のあれだったんじゃない？症例。それやったらもう逆に残しときたいけどね。人類史上第一号の症例だったんで。いやもうこれもうさ、うん、若い女性とかが聞いてたら調べるよ多分。でね、知らなくてこの言葉知らなくてさググったらどう思うよ、ね、そうだ忘れてた。いろんな、うん、いろんなパターンの画像出てくるかもしれないの、うん、そうだラジオだけ聞こうみんなそこで検索とかするんだよ。いやいやもうやめましょうそういう系。ご想像にお任せしますことあるからさあ大倉チーム、ね、新潟県北田さんの娘さんとか聞いてくれる。やばいやばい。はい、凛太郎からですね。凛太郎、高橋が彼女とデートをしていると、はい、見知らぬ女性が話しかけてきた、うん、内容は女性限定で無料のマッサージをしてくれるというものだった、うん、せっかくだからと彼女はマッサージをしてもらうことになり高橋は外で待つことに、うん、しかし無料にしてはやけに時間が長い、うん、もう1時間近く経つ、うん、あら様子を見ようにも彼女が入ったキャンピングカーのような車の側面は鏡張りになっていて中は見えないようになっている。だが彼女が気持ちよくなっているのなら高橋はそれで満足だった。それはダメだ。小説のようですね。すごくなんか入ってきた。入ってきた言葉が入ってきた、うん、想像できたもん映画。どうする？どうする？マッサージだって言われて、うん、いやだからプープーイライラじゃんけん的に言うと画面が変わるやつ、ね、デート中だったんだっけ。デート中だったんじゃなかったっけ。そうですよデート中ですでしょ。ああいう時でデート中ですから。そうでしょ。はい、スキー場とかもありますよ。ああ知ってる知ってる俺も知ってる。あの男はバカですね、ま、男はバカですこれね、まあ、今何人の人がこの話についてきてくれてるのか、あれだけども 男性はほぼ100%男子のスペシャルウィークだから今日そう分かんないけど、まずデート中に、うん、例えば男性からいっぱいなんだなんかちょっといいですかって言われて行ってくるって言っちゃう女子が、うん、もう俺ちょっともうそこでイライラポイントありますもん。女性スタッフなんですよ。あ、聞いてくんのは女性スタッフなのか。大体の女性スタッフ。あ、そこそうだったんだっけ。安心。安心だと思って連れてかれるのか。安心安全の女性スタッフ。そっか。いやでもそれでもだな。やっぱり二人で遊ぶって決めた日なのにね、まだ結婚とかそういうんでもないんでしょ。多分初々しくデートしてるわけでしょ。うん、できるだけこう一緒にいたいと思ってるのに、うん、自分ら以外の人たちに急に見ず知らずの人に声かけられて、うん、なんかキャンピングカー、うんマジックミラー越しだったっけ？はいはいはい、の中にもう入ることを、マジックとは言ってないですけどね。ミラー貼られてる。ミラー貼られてるキャンピングカーに入っていくことを選んじゃってる時点で、はい、ってなる。ただ僕は言うと思います。そう、あなた次第じゃないって、行きたいならどうぞって言うけど、うん、それで行っちゃったら、もう俺なんか結構、はぁ、行った本当にと思うから。あこれ、わかりません？いや、それはそうでしょう。ね。うん。まあもうだから中で何行われてるか知らないよ。うん、何マッサージされてるんだったっけ、うん、うん。1時間もでしょしかも。いや、だからそういう、試供品チェックみたいなとこやったらいいっすよ。まだ。化粧品のちょっとした。うん。こういう。ああ。顔にちょっとやってもらうみたいな。うん。それ、隣に座って一緒にいるみたいなこと、うん、隣に座って一緒にいるみたいなやつもあるよね。あるよ。それはやだな。あるんだよ。それはさすがに。いろんなパターンがあるんだよ。辛いや、これは。いくらマッサージとはいえ。そう。やだよね。外で見てるだけのやつもあるし。そうか。待ってるパターンもあるし。参加型もある。参加型もあるからね。オールナイトニッポンサタデースペシャル。大倉くんと高橋くん。さあ、メールが。来ています。はい、東京都で聞いてくれてるラジオネーム楓。楓、大倉くんと高橋くんの経済力なら東京オリンピックのどの競技のいい席なんて、ちょいちょいのちょいじゃないですか。おお、そうっすね。抽選なんだって。まず抽選でチケットがまずゲットできるから、その、値段とかの前の段階じゃないですか、僕らもね、それは。転売するやつがいるんですよ。
いやー、よくないね。よくないよ。よくないよ、やっぱり。最近は何でも転売転売ですよ。そうだよね。レアなスニーカーでも何でもかんでも。ああ、確かに。もうチケットもそうですよ、きっと。うん、そういうのはね、なくならないんですよ。いたちごっこですよ。そっからだから、あんまりやっぱり健全な感じはしないですよね、その転売っていうものに関しては、うん、まあね、だから本当に純粋に見たい人がね、ちゃんとした値段で見れないっていうね、うん、僕は悲しいですよね。だ、転売っていうことはお金がすごくいっぱい高くなってるってことでしょ。でそうですよ。でもレアなチケットだから、やっぱりそれでも買う人がいるわけだから、やっぱりその需要があるわけですよ、やっぱそれだからなくならないわけなんですけどね。僕は、僕だったらやっぱり全種目を応募して配りたいですけどね、配る、あ、転売じゃなくて配る普通にあげるってこと、あげる。すごいね、愛が、愛って、ね、まあ日本人ですね、やっぱり人間愛ですね。ご自身見られないんですか。全部あげちゃうんです。すごいな、それ。僕も家でテレビで見るので、どうぞって、それはもう寄付みたいなことですか。寄付じゃないです。いや、だって買ってるわけじゃないですか、大倉さんが。買ってます、僕はしかも当たって国立のところ一周して、チケットください、余ってませんかっていう人たちに何配ったら来たい。いや、かっこいい、なんか、はい、なんかちょっとなんだろう、時代に反逆してる感じがして。そうですね。転売だとか、なんだとかにアンチだと。アンチですよ。俺は買ってあげるんだと。うん。それかっこいいじゃないですか。自分がただただ損するアンチテーゼのやつね。いや、でも大倉さんはそれで心が満たされるわけでしょ。満たされるんですね、やっぱりそういう。大倉さんぐらいになるとやっぱり。だからそういう気持ちを持った人が、なんか、もっとね、大富豪がいるわけじゃないですか。そういう人たちが本当に自分のね、こう私欲のためにね、使うんじゃなく、そういうことしてくれよって。そうだね、心から思うよ。そうだね、本当そうだ。本当に見たい。なんだったらその10万だなんだって言ってるけどさ、子供たちがいっぱい見てほしいよね。まあそれはあるよね。ね、それこそ東京でさ、オリンピックやることなんて絶対一回の人生の中で一回しかないでしょ、きっと。ね、だからなんかそういう枠を作ってほしいですよね、国もなんかそう考えて。そう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 、値段が高いからね、お金持ってる人たちしか見れないとか、その抽選のやり方とかも子供たちからしたらもうもらってしか見れないじゃないですか。いや、自分では絶対買えないからね。お父さんお母さんに買ってもらうとかさ、しかないわけで。でもなんかやっぱり一番見るべきなのはそういう人たちなんじゃないかなと思う時は僕はありますけど。そうですよ、だって見れたとしてもやっぱり坊ちゃん当たりましたよみたいな人しか見れないわけですよ、やっぱり。あ、子供とはいえね。子供とはいえね。大富豪お手伝いの人が坊ちゃん当たりましたよ。あ、それまた親でもなくてお手伝いさんが、お手伝いさんが来るような間接的なんだ。そう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 。あ、現実的だね、確かに。いやいや、じゃなくやっぱりこういろんな学校、全国にあるいろんな小学校、中学校の人の、それもまあ抽選になるかもしれないけど、そういう人たちに当たって、この学年見れる、この学年の人たち100人見れますみたいな席を設けてくれたりね。そうだね、それが一番いいと思う。例えばそれこそ陸上競技だとして、本当に陸上部で頑張ってる子たち100人とかさ、そうね、一番やっぱ一番興味を持ってるわけじゃん。そうで、夢を持ってるわけじゃん、そういう人たちにね、なんか見てほしいなって個人的には思うんですけど。まあそうですよね、だから、まあ外国人の方もいっぱいいらっしゃるでしょうからね、世界中。まあなんかこうやっぱり何ですか、オープニングのショーとか、なんか閉会式開会式のね、やつとかも、全部日本人スタッフがいるわけでしょ、って考えると、まあ日本に来たからせっかく日本人は見たいけど、そういう人たち見てもらいつつ、また外国の方たちにもたくさん見てもらって来てもらい、やっぱりその日本にね、お金をいっぱい落としてもらい、やっぱり僕たちの国が裕福にならないと、っていうのはやっぱり真面目に思いますね。真面目ですね。素晴らしいと思います。その通りだ。日本はね、まだ、っていうのいっぱいありますから。まあ、それは、経済効果をね、見込んでいかないと。めっちゃ普通なこと言いましたけどね。誰もが願ってることじゃないですか。それを前提に作ってますからね、そもそも国は。そうでしょうね。それでね、どこに何やる、建てるんだ、だとか、なんだとかってね、みんなで揉めてますし。いや、そうなんですよ。よく見ますけれども。いや、だからもうギリギリじゃないですか、国立が出来上がるのも。
あもしかしたらまだ工事中ですからね。そうだよね、うん、そんな確かにずっとなってたね問題になんか。そうだからどういうことになるのかね、うん、あの渋滞もすごいことになりそうやし、うん、なんかねどうにもその、まあ、話ずれたいわけじゃないんだけど、はいはいはい、オリンピックにせよってさ、うん、なんかこう本当に健全で楽しい会を行おうとしているだけのはずじゃないですか、うん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 、元を正すとね、うん、なのにやっぱ最近ね、うん、そのなんかこう なんていうのかなこう 裏の方がいっぱい露呈しすぎちゃったというかあのオリンピック作るのにうまくいっていません情報みたいなのも子供たちも見ることになっちゃうでしょ、うん、そうねそうそうそうでもし開催されてもよ、うん、なんかよーってごめんが来たペみたいなちゃったけど急に、うん、されても、うん、なんだまたなってほしくないけれどもさ、うん、なんか変な不正疑惑が出てきましただとかさあそう悪いニュースね悪い方の、うん、そうのが出て、うん、まあ別に上げ足を取りたい人がいるなんて僕は思いたくはないが、うん、そこばっかりが露呈するともう夢も希望もさ持てなくなってしまうようするんですよ。そうなんですよね。だから本当にね、なんか年齢的なものも出てきたのかもしれないんだけど、うん、本当にまっすぐに走ってるヒーローを見せてあげて、うんね、それを生で見てすごいと思った子たちがまた次のそのヒーローになっていくという構造ね。もっとしっかりしたレールで作っていくことはできないのかなということは感じますか、ね。いやそうなんですよね。うん、まあ、だからね、どうしたらいきなり。金子的にはここでメガネツインズの視力検査って曲を流そうと思ったんですなるほど、はい、ユーザーの話が終わったところで終わったすっごい途中だったけど大丈夫いいですか、はい、僕ら大丈夫どうぞ、うん、じゃあちょっと聞いてくださいメガネツインズ視力検査オールナイトニッポンサタデースペシャル大倉くんと高橋くんサンジャニエと奥田忠義と高橋優がこの後1時まで生放送オールナイトニッポンサタデースペシャル大倉くんと高橋くん電話だよもし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 おところの名前年齢どうぞ熊本県上天草市人見22歳です上天草市はい天草四郎やあそうですあ、天草四郎その天草なのこれはい、上天草です四郎さんひとみさんひとみさんはい今四郎さんって言った天草四郎ひとみさん、はい、お仕事は何やられてるって言いました4月から小学校、うん、中学校の栄養士として働いてますお、素晴らしい小中学の栄養士ってことは栄養士って給食やる人いるのはい、給食のおばちゃんそのそんな点考えて ごめんごめん勝手にこっちで変なこと言ってたごめんなんてごめんごめんなんて給食の献立を考えて食材を手配して調理師の先生にこれを作ってくださいってお願いする方ですそういう人いるんだね俺偶然なんですけど昨日今日と熊本行ってたんですよえあのはい全然あの天草じゃないんですけど、はい、熊本復興映画祭っていうのに、うん、プライベートで、プライベートなんですけどね、お客さんとして行ってました。あ、はい、いいじゃないですか、はい。ちょっと僕もお土産いただいちゃってるの。そうなんです。すいません。あの熊本パンツを。熊本ボクサーパンツ。あれ天草にも熊本いる？いっぱいいます。熊本ってさ、なんでこんなにいるの？いやなんでですかね。熊本の人がすごい愛してる？いや全然そんなことはないかもしれないおい言うなそれは違うでしょ言うな言うなひとみさんのね独自の考え方があります独自の考えとしては多分そうかもしれないおい言うな愛してるもんや思ってたわもう全部ね街中にあるその赤ちょうちんの店の赤ちょうちんとかが、はい、くまモンの顔になったりとかあと空港にもくまモンの人形とかがあったりとかお土産コーナーなんてほぼ熊もんね。いろんなとこに熊もいて。いるね。ってことは、はい、熊本の人は、もう、めちゃくちゃこのね、キャラを愛してるんだって、思ったんですよ。そうだと思いますよ。で、僕は、うん、あの、熊本にいるときは熊もんの T シャツを着て歩いてましたよ。
本当に本当にいいねそれは熊本の人に愛されたいと思って素晴らしい、うん、ほぼほぼバレなかったですけどなんでみんな来てるからいやいやいや馴染んでた、ね、馴染んでました熊本にありがとうございます観光客感いや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 こちらこそありがとうございます、素敵な素敵なところでしたよ上天草市は島なんだですって上天草市の中の湯島っていうちっちゃい4キロしかない島に住んでます4キロ、はい、え4キロ直径、はい、直径え直径外周4キロ外周4キロ本当にちっちゃい島です外周4キロってすごいね、うん、すごい島民はどれぐらいいるのそこには島民は270人ですそんなでもいるんだ4キロの中にはいでももうみんな知ってるでしょいやー、まだ、何人か、です。何人かしか知らない、その、ひとみさんはそこがご出身なの？そのじゃなくて、出身は市内の、うん、先ほど、奥田さんが言われた映画祭とかある、こちららへんなんですけど、あ、そうなんだ。あの、ちょっと、配属の方で、湯島に行ってくださいそっちに行ってるんか。はい、あ、そっか、だから生まれ、そこで生まれ育ってたら、島の人たちね、はい、みんな知り合いやけど、はい、ああそっかそっかひとみさんは今じゃあ行ったばっかりだそこに、はい、割と行ったばっかりですえ何その学校の先生があのいられるような寮みたいなのがあるってこと一応教員住宅みたいなのが1万円で借りれます安っそこで借りてんのじゃあひとみさんはい今借りてますなんかすることある何もなくて、うん、もうインスタも電話もツイッターもつながらないのでええ今電話つながってるじゃんこれあ今は実家に帰ってきてるんですけどすごいね一発目に SNS 出てくれてすげえなそれが不便やと思ったんや楽しみになか楽しみやったんや生きていけなくなりましたあ、そっか、ついて、流行りについていけないそうですねでも流行りはいらないじゃない、マクサでいやー、やっぱ子供たちと話す上では結構必要になってきます、うん、そう全校生徒何人くらいいるの全校生徒は小学校、中学校合わせて8人ですあ、8人小中合わせて8人、はい、すごいね小学生何人小学生が6人です、うん中学生2人しかいない、うん、うわすごいねすごいねそれはその子たちだってみんな学校出たらあの島出ちゃうんじゃないのそうですね中学校から船でまた本土の方の中学校に行く子もいればそうやんな、うん、高校はないんだねその島の中にははい、うん、高校はないのでも高校の時はみんな下宿か船で通うかです、うんロケで俺島何回かそういうぐらいのあの規模のとこ行ったことあるけど、はい、皆さん船で通われてましたよ。ああ、もうそれが当たり前の人たちはそれがもう自然なんだろうけどね。うん。だって、うん、あのまああのもう終わった番組なんですけど、あの X ジャパンとしさんと、はい、あのカフェを持っていくっていう。カフェ。はい。島に。カフェ。持ってきましたって言ったら、カフェってなんやみたいな感じでしたけど。でも東京最悪だみたいな、吉幾三さん。そう、ま、もうまさに。で、しかも、でも、そのさ、土地でできる野菜とか、はい、例えば魚取れたりとか。はい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 。で、もう酒があれば、一生いいんじゃないですか確かに。逆にね、なんか憧れ、ありますけどね、そういう島にちょっと住んでみたいっていう、うん、逆に電波もつぶれない。あの虫がさ、あって、話題はさ、また出たよって。あの虫が出たよ。伝説の。いや、ムカデとか。カマキリがみたいな。何なんてなんていや、ムカデとか、ゴキブリとか、ムカデは嫌や。ムカデいるので、うわ本当に、うん、あの、ムカデの殺虫剤をえらい持っていかんと、うん、もう、本当に生活できないぐらい、やんやばいムカデに刺されたことあるないです、まだ。むっちゃ痛いで。いや、あんまり。お母さんあるの舞台上で。なんで舞台にムカデがいたんだろう知らん、俺、釘踏んだと思ったムカデやった。うわぁ、やだね。で、踊ってて、うん、踊りがバーンって終わった瞬間に、うん、あの、激痛がして、うわぁってなって、うん、で、そのまま、あの、袖に履けて、履けて逃げて、で、靴脱いだら、俺の足にムカデブワーって巻きついてて。って悪夢だ悪夢そっからもう腫れんの腫れたりとかいや腫れる腫れたりはしたかしてないと思うけど、うん、
な、毒持ってるんですよね。うわ、はい、痛いから本当に気をつけた方がいいですよ。はい、頑張ります。なんか、俺の靴が多分湿気がすごかったね。靴の湿気の多いとこにいるの、向かって湿気の多いとこにいる、石の裏とかにいるじゃん。うわ、やだやだ。じゃあ常に気をつけていかないと、これからも、うん、福井さんも、ね、靴に湿気はたまらない。湿気な除湿機だ、除湿機。除湿機。で、ひとみさん、何やっちまったんですか、そんな中。はい、やっちまったというか、やっちまいそうになった話なんですけども。お、新しいな。あの、私の学校は、うん、さっき言ったみたいに島でしか、船でしか移動手段がなくて、あの、学校の給食の、うん、食材も船で運んでくるんですよね、毎朝。8時15分発の船で、うんうん。で、なんかその前日くらいにえらい雨がギャーン、バーンって降って、うん、ギャーン。その多分方言かな。すいません。で、その、いいよいいよ、うん、雨が降った影響で、うん、なんか船が出るかなって、前日までは心配してたんですけど、うん、当日になって、朝から海を見たら波は立ってるし、ちょっと風は強いけど、うん、船が出れないような状況ではなかったんですよね、うん、で、それも校長先生にちょっとどうですかねっていう相談をしてて、うん、まあ出るんじゃないかなって言われてて、うん、朝8時から出勤して、まあなんか8時半ぐらいまでいろいろ仕事をして、うん、じゃあ給食を取りに行こうってなった瞬間に、うん、船が出ませんってなって、給食が作れなくなりそうになってですね。なりそうになったけど大丈夫やったの？一応島にちっちゃい売店が一個あるので、うん、そこの売店にじゃがいも、人参、うんうん、玉ねぎ、うん、カレーがあって、うん、そうですね。なんかあったらカレーって言われてたので、うん、カレーとその島の特産のわかめと春雨で、うん、サラダをして、うん、なんとか提供はできたんですけど、よかったね。なんかもうまだ仕事を始めて3日目だったんですよね、それが。で、分かんなくてもうずっと笑って、うん、笑って笑ってました、ずっと。わけが分かんなくて、わけ分からんくなった。パニックになっちゃったってこと？パニックをもう通り越して笑ってて、うんうん、何やそれ。他の先生方もなんか、あ、先生も開始3日目から、給食開始3日目からできるなんてもうね、恵まれたねーってえらい言われて、うん、今でもいじられてます。あ、そうか。っていう子供たちは嬉しかったんじゃない、カレーになって。そうですかね。でも、本来はメニューは何にしようとしてたの？本来のメニューも、春野菜カレーでした。うん、いやいやん。春野菜手に入らなかったわけや。帰ってね、なんか、あの、町の方から来るやつよりさ、うん、島で採れたものなんでしょ、うん、その島にあるやつって。そういうわけじゃないの。春野菜が抜けただけやろ、それ。何に入れようとしてたの、春野菜って。菜の花？菜の花入れたら美味しくないわ。え、何ごめんごめん。スナップエンドウと、スナップエンドウ、ああ、はい、と、なんか、新玉ねぎと新じゃがいもを入れる予定だった。あ、でもそうか。まあ、1ヶ月前のじゃがいもを入れます。あ、まあまあ、ほぼ春やわ。大丈夫だ。うん、ほぼ春だ。しかも、あれだよね、新玉ねぎ甘いからな。全校生徒が8人でよかったよね、それこそ。逆によかった。ね、すごいたくさんだったらさ、島にあるやつだけじゃ作りきれないから。売店じゃ無理やな。うん、8人くらいならちょっと大きい鍋が一つあれば。そう、コンビニないの？コンビニもなんもないです。あ、そうか。じゃあ売店っていうのは何？その、みんな使う売店なわけでしょ、そこは。そうですね。観光客の方が、うん、その、猫の餌を買ったりとか。猫の餌をなんで買うの？なんで猫の餌を買うんだよ。猫がいるの？猫がいるの？島民より猫が多いので。島民より猫が多い？金子さん聞いた？何匹ぐらいおんの？金子さんこれちょっと話ちゃんと聞いといてくれよ。300匹ぐらいいます。うん、300? すいません、100お借りしてもいいですか？見つかった見つかった。すごいね。もしくは俺らがそこに行くっていう。あ、天草ね。天草の島ね。神天草市ね。ロケーションもいいので。あ、じゃあ、近々行きますわ。オールナイトニッポン、サタデースペシャル、大倉君と。あの、猫集めておいてもらって、ね、そこに声打ちはいないかな。オールナイトニッポン、サタデースペシャル、大倉君と高橋君。
さあ、小倉さんと私の今手元にはですね、あの上天草市の、地図が地図ありますね、渡されたんですが、あ、湯島という名前なんですね、この湯島ですね。なんかね、あ、本当だ、上天草市立湯島小中学校っていうのがもう一つあって、でね、やっぱり4キロしかないもんだから、そんなに施設とか建物なさそうなんだけど、ちょうどぼんやりカフェっていうのがあるよね。ぼんやりカフェ、ぼんやりカフェすぐ学校の近くにあるね。あれでさ、ここ集合やな、ここ集合にしよう。うん、ここね。まず一回ここでみんなでぼんやりしようぜ。うん、でさ、あの南の方にさ、寝転びカフェってのあるんだよね。あ、ある。これさ、すぐ隣に、あの湯島かっこ猫の島って書いてあるのもあるの。わかった。うん、ここでしたらいいんじゃない？そうだ、そういうことだ。結婚式。そうそう。で、ほら海も近いじゃない？海近くてさ、しかもさ、すごい惜しい、アコウの木ってのがあるんだよ。うわ、アンコウじゃまでいかないけど、うん、これはもうアコウの木にさ、うん、アンコウぶら下げられないから。いやー、それはちょっと、ダメなんじゃない？やっぱさすがにまずいか、木にぶら下げ。これ多分、観光スポットよ、ハートの木やから。本当だ。これハートの木、血だらけにしたらあかんやろ。でもまたさ、ハートの木ってのが結婚式に合ってない？合ってる。ほら。だからこれが見える。これが見えるところでさ、だからこの木にぶら下げるのはさすがにまずいかもしれないけど、うん、あの、近くに、だからそれはもう、大倉さんの事務所と僕の事務所の人たちがみんななんかちょっと作るさ、うん、なんかぶら下げられるやつ、声打ちとね、声打ち声打ちを声打ちいるかどうか鈴木さんに聞けばよかったね、うん、まあそれは最悪でちょっとこの海の近辺ちょっと探そう、船で探しに行く、そうそうそう、本島の方からちょっとね、声打ちはもう連れてくるかもしれない、うん、ここいいんじゃん、いいと思うね。えでね、あの全校生徒の小中学生でさ、なんかちょっとみんなで合唱なんて歌ってもらったら、これ感動なんじゃない？なんか8人ね、8人で、うん、なんかだって縁があるじゃないですか、この電話をね繋いで協力していただいた、そうそうそう、偶然だもんね、この番組で繋がって、ひとみさん、そう、5年間やってきてる番組の中でのコーナーでたまたま知り合ったこのひとみさんの住んでる島、しかも猫を求めてた時に猫300匹いる300匹いる、こんな偶然ないよ。いやいや、300匹おるからでしょうよ。いるいるいるって、だってバキッと言ってたもん、ひとみさんが。いなかったら300とは言わないでしょ。4キロの中に300ってもうほぼ猫だらけやから。どこ歩いてる猫ってなる。だって言ってたもん、売店にさ、うん、行く理由が。猫の餌を。猫の餌を買いに行くって言うの。与えていいんだもん。猫の姉妹だから。普通ダメだよ。野良猫に餌与えちゃう、ね、本当ダメなはずなんだ、そこに集まってくるしね、そうそう、うん、あのまた今度ネットの情報が来ました、湯島、はいはいはい、天草諸島とも言うんだね、人口は505人、人口505人、島民より野良猫の数が多いと言われて、ああ当たってる当たってる、あ猫の島やんじゃん、うん、で島民は、あそう、なるほどね、505人、うん、2017年のだから280人おお、うん、で猫300だもん、猫300すげえな、うん、そうそうそう、で島は 6.5 キロの島なんだね、うんうんうん、でこれはアコウジュ、あアコウの木っていうのはアコウジュっていうことなのかな、なるほどね、樹、うん、の群生が広がる、あじゃあいっぱい生えてんだアコウの木多分、でも大体やっぱりあの、うん、餌をくれるでしょ多分、きっと餌を買うっていうことはね、売店で、その観光客の人がね、うん、ってことは多分この湯島のこう撮影のね、湯島全景っていうのがありますけど、うん、景色がね、うん、このところでいうとこの住宅が集まってるこの左側ですか、そうだね、この写真この辺りに多分300全部集まってると思います、猫が猫もう人慣れてるからね、うんうん、もう一気に行けるし、うん、あの普通にここで結婚式あげたら普通に野良猫100匹放ったよりも多いです、うん、多いからちょっと規模が大きくなったね、いやだからその予定してたより多いってないよなかなか嬉しい悲鳴だよね、おいノーっていう意味合いで曲かけるの本当なんだよ、もう何やねんその返事の仕方曲をかけるタイミングに悪意があるんだよね高野さんには、じゃあ、はい、ここでケイシー・マスグレーブスでレインボー、オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん、オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん、東京有楽町日本放送キーステーションに全国34局ネットでお送りしました。
さあ今週は東京有楽町日本放送から2人揃って生放送でお送りしてきた大倉くんと高橋くん、はい、エンディングに僕たちからのお知らせです、はいはい、まずは関ジャニ∞から去年のライブ関ジャニ∞エンターテインメントグレイテストの模様を記録した DVD& ブルーレイまた新曲クリスタルがただいま発売中です、はい、そして大倉忠義からのお知らせですが2020年全国公開予定の映画旧殺地図の夢を見るに大友恭一役で出演します、はい、娘さんがこの番組を聞いてくれているという噂でおなじみあのこの生田絵梨央さんですが映画以外にもミュージックビデオの監督としてもたくさん作品を残しており、浜崎あゆみさんのボヤージや、安室奈美恵さんの、ザ・ミーニング・オブ・アスなどの監督も担当されています以上今週の生田さん情報です。生田さんとも熊本の映画祭でお会いしてきました。へえ、はい、ちょうどやられてて、つながりもあったんですね。そうですね、うんうんうん、まあ生田さんの作品ではなかったんですけど、なんか変な感じだねとか言いながら、その終わった後のアフターパーティーみたいなのもちょっと参加させていただいて、なんかあの市長とか、あ熊本のね、熊本市長ってすごい音楽好きな方なんじゃないですか。そうです、ね、熊本市長とも、あのお話しさせてもらいつつ、なんかあの元ドラムをやってはったっていうことで、そうなんだ、ちょっと意気投合して話して、ドラムトークをぜひ次は熊本でライブしてくださいっておっしゃってくださって、すごい素敵じゃん、ぜひぜひって言って熊本一緒に挨拶してました。お熊本一緒に T シャツ熊本一緒にみんな揃ったんですね。はい、そうです、西遊さん素敵。はい、じゃあ高橋優から、僕とベーシストの亀田誠二さんからなるユニットメガネツインズ初となる全国ツアーを6月と7月に東京、名古屋、大阪でそれぞれ2公演ずつ開催させていただきます。1月22日月曜日までローソンチケット先行 LINE チケット先行受付を実施しておりますのでぜひチェックしてみてください。そして9月14、15土日、今年で4回目となります野外音楽フェス秋田キャラバンミュージックフェス2019を開催いたします、はい、こちらのチケットはローソンチケット先行1時 LINE チケット先行1時がスタートいたしました、うん、5月6日月曜日までの受付となりますので忘れなくよろしくお願いしますということで、大倉君と高橋君はまあここまでなんですけども、まあ、日本放送などで聞いてくれてる人はこの後も引き続きオードリーのオールナイトニッポンでお楽しみいただきたいんですが、ニュース見ましたか大倉さん、ね、春日さんがご結婚、ご結婚されたということで、ね、おめでとうございます。全然ね、まだご一緒したことないので、オードリーさんとは ね、 あ、そうね、おめでたい気持ちってのはちょっと薄いですけども、あちょっと幸せになってくれたらなっていう、ちょっと、ね、幸せになった春日さんにいつか会えたら嬉しいですよね、ま、そうですね、でも、結婚してもやっぱりねトゥースのキレは、まあ、なくしてほしくないですよね。それはまあやっぱり、ファンとの願いとしてはね、そうですね、今後ともじゃあ今週のお別れはやっぱりそれで言っときますか。いいですよ、ね、僕らの全力の全力でやりますか、全力なので、まだもうちょっと時間あるんじゃないですか、大丈夫と思いますけど、だからしかも今週のオードリーのオールナイトニッポンには、テレビ朝日のあの弘中アナが、あら、そうなんですね、あの今変わったけどあれミュージックステーションのね、そう、たまに感情にも来てくださってます、なんか生登場、初生登場ね、おスペシャルウィークですからね、スペシャルウィークだから、すごいことになりそうですね、なんかそうですね、ご結婚の話と弘中アナの話が、弘中アナと結婚しますか、いや違うよね、それじゃあ、はい、また来週ということで、はい、やりますか、大丈夫そう、はい、せーの、トゥース Thank you.